はい、リトルバスターズ R ですよ。戦います。はい、戦います。行きましょう行きましょう。どんどん戦う。なんだろうなんだろうこの感じ。ビューン。あー、なんと連続でジャッジ。ドークバトル。ドークバトル。あれ、なんかこれデジャブダウンじゃないですか。なんか先週のそのままこれ流せばいい感じなんじゃないですか。いやいやいや、新しいの引いていこう。マジで。今度は勝って勝って。ワード。ゆかさん先に引いてくださいよ。はい、ワード引きましょう。ピピン。はい、じゃあいきますよ。はい、ペンネーム、僕、もらえもんさんからいただきました。自分に足りないものです。わあ、私、はい、ペンネーム新楽たぬきさんからいただきました。はい、のぶらくたぬき、え、なんて読むの、しがらき、しがらきたぬき、あ、これしがらきって読むのね。しがらきたぬきさんからいただきました。ドッペルゲンガー対処法。おお、これは面白いの言ってもらいたいな。ドッペルゲンガー普通に見たらあれだもんね、危ないんだもんね。最初はグー、じゃんけんぽい。もうなんでさ、さっき先週私絶対チョキ出すって言ったのに私グー出しちゃった。まあ一週間経ったから忘れちゃったね。忘れてた。でも緑川さんは覚えてたね。覚えてて負けてくれようとしたんですよね。いや、それは変えてくるかなと思ったんだけど、外さないね。外せない。あ、どっちか分かんない、まだ。じゃあこれも同じ流れでしょ、先行。あ、いや、あ、優しい。あ、いや、優しいわ。ありがとうございます。よし、考えてよ。うん、では行きましょうか。自分に足りないものでお願いします。年相応の大人っぽさ以上。ちょっと待って、考えてられない。今私ゲって書いただけだよ。なるほどな。確かに。いや、いろんな役はやるけど、はい、やっぱもっと、今俺いくつだ、44か、44ってもっと大人で叱るべきでしょって思うんだよね、昔の自分からしたら。だけどむしろ普通の人より子供、子供っていうか童心を忘れないって感じですよね。まあ割とこの業界にいる人そうだけど、うんうんうん、でもでももうちょっと欲しいなって思います。なんか自分の中で40超えたらもうすごい大人みたいなイメージありますね。今信じてるけどこれ嘘かもしんないよ。え、子供じゃないの。いいけど、でもだってやっぱ44って相当だよ。だってむしろ30半ばから後半ぐらいだって相当なイメージだったけど、うん、子供の時って。そうだった。44になっても相当子供ってどうなのよっていう。だから相当子供の役を演じるだったらわかるよ、演技だけど、うんうん、だけどリアルで相当子供だからね。いや、すっごいゲームをやってるとも思ってなかった。いや、まあお仕事もあるんだけど、コラムとか書いてるから。でも、うーん、やっぱそういうイメージじゃないんだよね。年齢から受ける印象が。まあそうですよね。じゃあその大人分が足りてないものですね。うん、なるほど。はい。はい、では、若ちゃんいけそうですか？はい。ドッペルゲンガーに会った時の対処法、バトルスタート。道具屋さんに行って。道具屋さん？何屋さんそれ。ハエの羽を買います。あ、これいいのかな。どこにでも飛べるアイテムがあるんで、それを持つんですね、うんうん、いっぱい、うん、で、狩りをしてたらこうドッペルゲンガーが出てくるので、そいつが来たらもうその羽を使って逃げる。これしかないです。戦っちゃダメなの。戦っちゃダメ。あいつらすごい強いから、すごい勢いでちょ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 ってなって、でうん、せっかく稼いだ経験っていうのが全部なくなっちゃうんで、ドッペルに対抗するのはすごいレベルが上がってる人じゃないとダメ。私みたいな人は申し訳ないけど、もう蝶々の羽で帰ってもいいぐらいですよね。それ俺も知ってるやつかな。そうだと思いますよ。いや、俺も勝てないよ。というわけで、うん、ドッペルベンガーに会ったら、ベンガーじゃないよ、ゲンガーでしょ。ドッペルゲンガーに会ったら逃げてください。なるほど。はい、はい、じゃあちょっとジャッジ行きましょうかね。もうだいぶね疲れてて適当だと思うんだ、みんな。ジャッジ勝者緑川光。え、なんで。あのね、先週ね、うん、新しい手法を開発したじゃん。うん、なんかね今週も聞きたかったの。あー、これドッペルゲンガーの対処法の新しい手法。そう、あんな短い間に考えられる。あのさ、それも作戦かもしんないよね。
じゃね、ちょっと期待して短かったじゃん。でもその後ね、うん、トーク伸ばしてくれたじゃん、うん、それ考えようかなって思ってたんだけど、うん、話しかけてくんのだからね、うんうんって言ってる間に、うん、あ、私の番だってなっちゃって、うん、私がもう持ってる知識しか喋れなかった。なんかね、途中までは若干、うん、緑川さんのその自分に足りてない大人の部分っていうのが、うん、具体的な例が出てなかったから、うん、あ、いやでもこれ具体的な例出してもらわないとダメだなと思ったんだけど、うん、最後にゲームとかするしねって一言言ったから、あ、例出ちゃったな、じゃあポイントだなと思って。そう、ね、いいんですいいんです。でもくどいようだけど、あの、転生しても倒せない。嘘だ、倒せると思ってましたよ。それは強い仲間も必要。何人ぐらいで狩れるんですか、あいつ。あ、勝ったことないわ、うん、楽屋でやって。あ、ごめん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 。あ、私は転生できなかったタイプだから ね、 そうなんだね。はい、うん、はい、あ、はい、じゃあ称号引いてください。称号引きました。チンチリーン、ペンネーム村長さんからいただきました。はい、リトバス村の村長。おお、わ、村長だ。お、じゃあちょっとあの南の島に出稼ぎ行ってきます。村長村長、村長、条例をひらめいちゃった。番組早く終わらせよう。よし、では番組を早く終わらすぞ。やめてリトルバスターズ愛。夏目清介役、緑川光です。夏目凛役、タミヤスタモエです。ナオミクドリフカ役の若林ナオミです。リトルバスターズ愛はテレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組です。あ、やばいやばい、住人に話しかけてるとこんな風になっちゃった。ヤスミンにも話しかけよう。ねえねえヤスミン、年内あと3回だってさ。あ、手間だったね。ですね、じゃあ条例普通の喋りになる。あ、よかった、助かるわ。よかった。そんな低くないでしょ。え、誰として来たの。ねえ、そいついらないんだけど。いや、そんなこと言っても話しかけてると愛着湧くんだよね。いいな、おいでよリトバスの森ね。うん、おいでよリトバスの森、なかなかいいかもしれない。村長、ところで船が欲しいんだけど。あ、船まだ持ってないよ。ちょっと釣ってくるね。忙しい。若さに、若さにばっかり。なんでこんな時に濁い。あ、今楽しいな、リトバス村。大変だね、うんうん、村長そんなに忙しいの。村長忙しいの。そうなんだね。あのね、うん、特産品がさくらんぼなのにね、オレンジくれとかいう人とかいるからね。本当に困っちゃ う。よその村行ってくれだね。うんうん、そうなの。この村の特産品は何なんだろうね。ですね、うん、バナナ。あ、南の島っぽいね。地球を救うからね。あ、さすが村長。村長の名前はゴリラだよ。やだな、ゴリラなの村長。そんな村長やだな。はい、それでは参りましょう。リトルバスターズ R ミッションスタート。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ、響き、タブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。今日はコミックマーケット83で発売するビジュアルアーツキーのセットを紹介だ。まずリトルバスターズカレンダーはリトバスヒロイン7枚書き下ろしの豪華版、そしてリライト&リライトハーベストフェスタアレンジアルバム大ミクスチャー、キークラシック、ミニメモ帳。詳しくはビジュアルアーツ C83 特設ページをチェック。コミケに向けてミッションスタートだ。はい、本日もいただいたメール読んでいきましょう。はいよ、読んでいいですか村長。いいよ、ヤスミン。おいしい。ヤスミンって実際いそうだよね。いそうだと思う、うんうん。ジャスミンいるもんな。そうだよね。なんかね、みんながジャスミンの話してるとね、名前呼ばれた気持ちになる。はい、行きます。ラジオネーム、大岡玄長さんからいただきました。はい、はい。緑川さん、タミヤさん、若林さん、チワース。チワチョー。いきなりですが、事件です。なんだ。先日、バス停で仕事帰りのバスを待っている時に、リトバスのオープニングを鼻歌で歌っていたら、隣に座っていたおばあさんが、なんと僕の鼻歌に合わせて歌い始めました。え、びっくりしておばあさんの顔を見ていたらニコッと笑いながら、リトルバスターズいいわよねと言ってくれました。今ではそのおばあさんとメルトモになってリトバスを語り合うようになっています。そして失礼だと分かっていたのですが、年齢を聞いたらまたびっくりでした。これ気になってた。なんと82歳だったんですよ。マジか、すげえ。リトバスってすげえなとつくづく思いました。あ、ちなみにそのおばあさんもリトバス R 毎回聞いているそうですよ。え、マジで。へえ、おばあちゃん
ありがとうございます。ありがとう。おばあちゃん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 ありがとう。何人いるんだ、何人いるんだ。なんだなんだ、いっぱいいるぞ。うちの村民はみんなおばあちゃんのことをありがとうと言っています。すごい。これそこのままエンディングまでありがとうって言ってもいいぐらい。いや、やめましょう。あの、うん、緑子夫いい加減にしなさい。はいはい。もう緑のゴリラです。え、村長もゴリラ？ゴリラ。俺もゴリラ。お、じゃあ、やすみは？え、俺人。だやってないんじゃよ。じゃあやすみんが村長じゃん。え、村長って人じゃなきゃいけないの？うん。じゃあ村長やりわかんねえよ。やってないもん。ゴリラなのに村長やってんじゃねえよ。そう言ったって、だってよろしくお願いしますって言われたんだもん。そうなんだ。人間しっかりしろよ。人間しっかりしろよ。ゴリラに囲まれてなんだか立場が低い。でもすごい82歳のおばあちゃんまで見てくださってるんだ。なんだろう、お孫さんが好きとかじゃなくてたまたまテレビ見てたら、いや、もしくはお孫さんが好きから一緒に見るようになってっていうのなのかもしれないけど、おばあちゃんからのメールを募集してます。 お願いします。おばあちゃん、お手紙ちょうだい。具体的にどんな感じでハマったのかとか、こういろいろ聞きたいですから ね、うん、初めてハマったのは5年前のゲームからですとか、そういうお便りをお待ちしております。ね、でもそれよりもその鼻歌に合わせて一緒に歌ってくるってすごくない？うん、あ、それだいぶつないだってなったってことでしょ。そう、すごくない？もしかしたら掛け合ってくれるかもしれない。きっとじゃじゃんじゃん。じゃじゃん、なんでか。そっちかよ。大変。やってくれるかもしれない。ちょっと嬉しいね。知りたい、ぜひお願いします。まあ、みんなもそんなことがあるんだから、街中でちょっと鼻歌歌ってみたらいいよね。何人ぐらい付き合ってくれるかだよね。そうだね、じゃ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 って言ったら、じゃ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 そういうミッションやりたいっての。いや、街で、あ、バス停で、バス停で。危ない危ない、怖い怖い。ちょっとそれ今本気でやろうかなって一瞬思っちゃったじゃないですか。うん、リトバス村では許しません。歌い始めも怖いしね。怖いよ。はい、続きましてラジオネーム中二病空也さんからいただきました。何や、緑川さん、タミヤさん、若林さん、ダイダボス。バッシュー。緑川さんが話していたことと似たようなことがありました。なんと、高校時代、片思いしていた女の子に数年ぶりに再会してから、実は好きだったんだよと告白されたのです。ちなみに、今はそういった感情は全くないとのこと。サロンパスを全身に塗りたくるようなことはなかったですが、あの虚無感はそれに匹敵する衝撃と寒気を覚えました。そうそうそう、高校生の頃にそのいいとこ見せようと思って緑川さんが頑張ったんだけど、特に何もなくみたいな。でも数年後に告白された。いや、あの頃はそうだったんだよみたいなっていうのをリアルにやられてしまいました。なんで気づかなかったんだろう。当時はなぜ気づかなかったの。なんで言うんだろうね、今さらね。あ、そっち。もう今さら言われても困るからやめてってこと。言ったところで、だって今でも好きだったらさ、うん、実は好きだったんだって言ってチラッて見てさ、うん、いや俺もあの時好きだったよとから始まる、なんか恋のストーリー的な、うん、若林くん今は彼女いるのみたいな。え、そんな特定の好きな人とかいないけど。そうなんだ、私もなんだみたいな。じゃあ今度飲みに行くみたいな感じでしょ。今ね、なるんじゃないですかね。だからどのぐらいぶりにそういう会話になるかもあるんじゃない。やっぱいろいろ知っちゃうと、ちょっとやっぱ胃の中の数じゃないけどさ、あの時だったらよかったんだけど今はなんか違うなっていう。あ、でも確かに大人になっちゃってからだと、なんか学生の頃のときめきとはまた違うじゃない、きっと。は好きだったんです。長いな、長いな。82歳ぐらいまで言ったよね今ね。おばあちゃん早く言って、言うタイミングすごいあったでしょその間に。女学校時代はね。そうなんだね、ずいぶん久しぶりに会ったよね。はい、お便りはもうここまで。はい、お便り引き続き、そしてあのおばあさん、ぜひお便りの方お待ちしております。リトルバスターズブルーレイ &DVD のお知らせなのです。全巻購入特典はテレビ未放送エピソードを収録したブルーレイ、初回生産限定版特典もワンダフルに盛りだくさんなのです。12月26日発売。ミッションコンプリート。
皆さんが挑戦するあらゆるミッションを紹介していくコーナーです。にゃん、さあ、なんか今回は何か来てるようですね。とあるミッションが来ています。え、お手紙、珍しい、メールじゃないですね。ミッションがコンプリートされましたっていうことだそうです。いきますよ、はい。緑川さん、タミヤさん、若林さん、ダイダバース、ダイダバース、以前赤青鉛筆の赤だけ使うというミッションを投稿した送りバントと申します。送りバントさん、来た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 、この人だ。色鉛筆の赤部分は消費され続け、3本になったので送りたいと思います。折れてしまうのではないかという懸念は数でカバーできればなと、というわけで僕のミッションはクリアですが、最終目標は2つの色鉛筆を合体させることなのでそれが叶う日を、楽しみに待つことにします。あ、小野さんの方だね。あ、そうだね、小野さんの最初の人、こっちが、送りバントさんで、はい、送りバントさんは2つ目2回目に送ってきた方です。おうおうおう、1回目の小野さんの受験生の人はまだないですね、お返事が。そっか、先に送りバントさんの方が片っぽだけね来ましたよ。そうだよね、だって小野さんなんて本当1回目とかその2回目かの時の人だから、うん、全然もうそろそろ減ってもいいのに。これなんか僕が出して大丈夫なんですか、はい、怖い、どういう状態になってるのか分かんないから。おー、あ、鉛筆だ。ちゃんとキャップつけてくれてる、折れないように。ちょっと待って、俺これ嫌なんだけど扱うの。じゃあ、一人一本ずつ扱いましょうよ。お願いしますよ。おー、ほんとだ。でもまだ赤い。まだ赤いね。この、後ろから見たら青だけど、芯は赤という、もうギリギリ赤のライン全部行きましたっていうところですよ、きっと。え、これあともう一回削ったら、多分青になるってことでしょ？そうだよね。すごい。これ短くない急に。あれ？これが、先っぽはもう青だ。青だ。やっぱこれ削りすぎちゃいましたっていう状況だね。そうだね。赤がここだ、ここだ、赤。え、じゃあ違う種類なのか。色で赤と青が一本に分かれてるんだけど、その赤が全部なくなるまで使い切ってくれたやつを送ってくれてるんだ。そうだね。そうすると、あの、芯の部分はまだ赤の方にちょっと出てるから、うんうん、見た目は赤なんですよ。なるほどね。いや、これ早く、あの、小野さんも、青い部分を使って赤鉛筆だけにしたやつを、うん、ぜひ、そうだね。これすごい不思議なものできるよ。だって使い始めたら青くなる部分が赤で、うん、向こうもやっぱり逆になるじゃん、うんうん、だから見た目と全然違う赤青鉛筆ができちゃう。わー、ちょっと早く見たいな。ぜひこれは伝わるかな、写真で、あの、ぜひご覧ください、うん、不思議な感じになってます。小野さん、早くもう片っぽ送ってきてね。勉強頑張ってると思うけど小野さんも興味がなくなってたらどうしよう。そんなことないよ、それが一番心配。そう、送りバントさんは3本送ってくれましたよ。送りバントさん使うの早すぎるだろう。いや、めっちゃ質圧高いのかもね。そうかもね、うんうん、でも、あの、無事に届いてましたね。はい、そのキャップが大事なのかな。これキャップ大事ですね、うん、小野さんもキャップ付きでぜひお願いします。この銀色のキャップ久々に見た。見た、ね、すごい、超大切に今保管しましたから。はい、ありがとうございます。お願いします。これはですね、ペンネーム筋肉大使さんからいただいたものです。現在私がやってるミッションはアニメリトルバスターズでマサトが筋肉といった回数を数えるというものです、うん、もちろんそれだけではありません、うん、私は最終回までに放送された筋肉×10円を世界の困ってる人たちのために募金に投資したいと思っています。私は学生なのでできることがあまりありません。でも大好きなリトバスを見ながらなら頑張れるかもって思いました。マサトが筋肉というために世界への愛が溜まっていく、そう、これは一種の筋肉センセーションです。筋肉は世界を救う、私はそう思います。最終的にいくらになったのかをいつになるか分かりませんが必ず報告したいと思います。ぜひ、これは壮大だけどとっても素敵なミッションだと思います。そうだね、うんうん、終わるまでに1000回言っちゃったら1万円になっちゃうもんね。いや、でもそれを毎回ちょっとずつっていう感じで募金してるからっていうのはあるんだけど、うん、でもこの数えるシリーズ、うん、他にも来てるそうです、うん、はいはい、はい、アニメの、誰々が何回数えるとかもそうだし、うん、ラジオのうちらが何回なんか言うかみたいなのも多分数えてらっしゃる人がいるみたいなので、うんうんうん、でもこの10円を募金しますっていうのは素敵ですね。そうだね、うんうん、遊び心もあるしいいよね、うん、そう、そしてなんか愛がある、うん、はい、皆さんもぜひぜひいろんなものを数えていただきたいと思うんですけれども、うんうんうん、タミヤさんの数えるシリーズは、うん、おっぱいカウンターが10人ぐらい来てるそうです、うん、あ、ただね、今回そんなに言ってないよ、うん、今回そんなに言ってないよ。そうね、俺が知ってる範囲だと34回。なんで覚えてるんですか？超言ってるし、そんなに言ってないでしょ、おっぱいおっぱい。今回そん
なにおっぱいアピールしてないよ、今言っちゃったけど、うん、これ1ってクリンって1カウントされたね。うん、じゃあそんなにおっぱいって言ってない、そんなにおっぱいって、ね、今数えが増えてるでしょえ、そんなにおっぱいって言ってないか、言ってないと思いますよ、おっぱいおっぱい、うん、おっぱいおっぱい言ってないと思う、増えてる増えてるなんか前はおっぱいのこと話すことが結構多かったんですよ、おっぱいのこと、おっぱいのことを話すことが、え、何のこと、もう一回言おうとしてるでしょ、何のことをそんなに喋ってる、あのね、おっぱいのことだって、ね、おっぱいのこと、ねねね、父です、父、父のことを ね、 あ、父ね、うん、あ、それ父カウンター発動しちゃうよ、うん、私が父ですが何か、私も父です、そっちじゃないよ、うんうんうん、あ、おっぱいのことね、そうそうそう、あ、おっぱいか、そうそうそう、右と左のあの送球がね、あ、じゃあ私右おっぱいで、じゃあ私左おっぱいなんでやねんじゃあ私は真ん中で、ないよ、どこ、3個目ないよ、谷間さん、まあ、ないから数えても、うん、いや私ね、じゃあ全体を通して100回言わないようにしようかな、え、おっぱいって逆に、おっぱいって、おっ、ね、言わせようとしてますよ、むしろ俺が言っちゃうかもしれないもう100回以上おっぱいって、でもほらこの回はそういうことやってる人にとってはやりがいのある回なんじゃない、そうだ、お、今回すげえ急に、そうだ、なかなか言わないおっぱいを、そう、超嬉しくなっておっぱいカウンター発動してるよ嬉しくならないでくださいでもね、数えてるってことはやっぱそれにやりがいを感じてるってことだから、うん、言ってあげないと、俺の仕事が来たお仕事なの、仕事だよ、他のセリフで行こう、せっかくアニメリトルバスターズになったんだから人間もリニューアルしていこう、うんうん、だからまあ分かんないように言えば、皆さんこんにちは、為安智恵です、お、はいはいあ、最初のはいに合わせて最初にちっちゃく、おお、はい、はい、いいいいいい、そういうちょ隠しながら、隠れキャラみたいな、隠れおっぱいっていこう、あ、じゃあ次回から隠れおっぱいをちょっとずつ仕込んでいこう、ああ、うん、実はここ、ね、そうだったんですよね、うん、やるとは限らないけど仕込んでいこう、うんうん、やるやるやるなんでやねん、はい、皆さんからのメールお待ちしております、こちらリン、今日はカード屋さんに潜入、なんだと、12月22日にカオス TCG トライアルデッキアニメリトルバスターズが発売になるのか、いや、それだけじゃないぞ、2013年1月12日はバイス・シュバルツトライアルデッキアニメリトルバスターズが発売されるんだ、価格はどちらも税込み1300円、私のパッケージが目印だ、これを買うだけでカードゲームが始められるのか、また来るぞ、奥深い名言が生まれた、これは名言っぽいという言葉を紹介していきます、おーっぽいね、ではいきます、ペンネーム、彼方のワッペン、それが私だ、人類皆兄弟だから、俺は全世界の女性のお兄ちゃんだペンネーム、メロン小麦粉、見せてみなさい、私は医者かもしれないよペンネーム、青少年撲滅委員会会長、これは差別じゃない、キャベツだペンネーム、黄色いマリモ、吸ったもんだって吸ってるのか揉んでるのか、また奥深い名言が生まれちまったな、お、うん、奥深いね、奥深いですよ、まあ、私的には医者かもしれない、はい、あ、それ気になる、うん、大丈夫なのそれ、本当に、うん、それしか書いてないの、あ、そうなの、見せてみなさい、私は医者かもしれないよ、何してみなさいんだっけ、見せてみなさい何を見せる気なんでしょう、そこは医者だって言い切ってくれないと安心して見せられないよね、ふやふや、あ、ごめん、あの黄色いマリモさんって言ったんだけど茶色いマリモです、そうか、うん、病気だもん、ね、これ吸ったもんだって吸ってるのか揉んでるのかっていうね、そう、吸ってても揉んでてもいないと思うよね、だって吸ったもんだだからね、だって吸ったもんだしてって言ったらすごいことになっちゃうじゃん、うーん、吸ってるんだと思うんだけどね、違いますよ、違いますよ、いや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 、昔はよく吸ったもんだそっちじゃないですよ、まあそりゃね、うん、私たちは吸いましたよ、うん、父をね吸ったな、子供の頃ね、うん、子供のだから子供の頃ね、もんではない、それは子供の頃は吸ってるかもしれないけど、大きくなってからもんあれ吸ったもんだってそういう言葉じゃないよね、さて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 、これは差別じゃない、キャベツだ
どういう状況？うん、わかんないけど、とりあえずキャベツなんじゃない？そんだけしか書いてないの？小学校担任だった先生が言った謎の名言、しばらく流行りましたって。そうなんだ。あとさ、あれ気になる、うん、E カップ村なんだったの？これは友達から、北海道にある、ニーカップ町のことを教えてもらったときに、はい、私が実際に聞き間違えた時のお話です。何それ、はい、わかんない俺も。新しい冠の町で、ニーカップ町っていうのがあるんですけど、新しい冠の村、町。で、ニーカップ町。ニーカップっていうのそれで。はあ、これはニーカップ町ですね。北海道ってそんな感じじゃないですか、ハスカップとか。そうそう、ハスカップとか。あ、まあそれは。それも漢字あんの、ハスカップって。わかんない。ハスカップはどうなんでしょうね。でも多分、冠って字がカップなんじゃない？あー、そうだ、冠、当て字でカップなのかもしんない。当て字にしちゃっていいもんなの？その、そういう。でも、なんですけど、他にも、北海道はこういう感じの、あるよね。ある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 。そのアイヌ語をそのまま漢字にされたっていう感じのがあるので、ニーカップ村ね。ニーカップ村。まあ、イーカップ村って聞こえるよね。ニーカップ町だけどね、本当はね。ニーカップ村みたいな。おいでよ、ニーカップ村。皆さん、イーカップでないとダメです。じゃあ入れないわ。じゃあ、村長。入れないじゃん。村長、入れない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 。村あとお兄ちゃんだっけ？お兄ちゃんですよ、うん、人類みんな兄弟ですからね、うん、みんな兄弟だから、うん、全世界の女性のお兄ちゃん、俺はお兄ちゃんだと。お兄ちゃんの立ち位置でいたいってことね。うん、弟でもよかったわけですからね。いや、そうそう、お兄ちゃんでいたいんですよ、うん、だからお兄ちゃんって呼んでほしいんじゃないんですか。俺は弟でいたいな。そういうところがいつまでも子供だっていうところですよ。そう、甘えたい。全肯定。ああ、大人の部分が足りないのは仕方ないですよ。でも、カンナさんにはお兄ちゃんお兄ちゃんと言われるじゃないですか、よく。まあ、カンナくんに甘えてもって思ったけど、甘えてる部分もあるからな。まあ、そうですね。難しいね。でもやっぱ長男だから、うん、どうしても上にいてほしかったなっていう思いもあったりするからかもしれない。なるほど、うん、だから自分は弟でいたいっていうことなんですね。そうそうそう。あ、それは確かにそうだな。お兄ちゃん欲しい？お兄ちゃん、別にいらない。そうなの、一人っ子でいいの？一人っ子でいい、うん、俺も一人っ子でいい。お兄ちゃんぐらいだったらおいちゃんが欲しい。あ、おいちゃん欲しい。なんで？私おじいちゃんが欲しい。おじいちゃんはいるでしょ？いるんだけど、おじいちゃんいるんだけど、もっとひげをふさって蓄えて、うん、なんか、あれだ、来るたんびに、今日は何を持ってきてないから、じゃあこれでも置いていくか。おっと、ひげをくれた。いらない。あれ、その人おじいちゃん、ひげいらないよ。プレゼントちょうだい。まあ、出るとこに出たらこれレアなんだぞ。今はわかんないけど、これレアなんだぞ。わかんないですよ、レアとか言われて。もらうだけもらっとけばいいじゃないか。おじいちゃんの職業とわかる。おじいちゃんワイルドっぽいな、それ。なんかちょっとワイルドな気がする。とりあえずもらっとけよ。もらっとこうかな。それなんか袖ちぎってそうだな、そのおじいちゃん。そうだね、うん、でも大好き、そういうおじいちゃん。おじいか、うん、孫になりたい。孫になりたいのね、うん、はい、以上、奥深い名言が生まれたでした。タイムももらっとく。まだいる。まだいるよ、おじいちゃん。タイムはいらない。じゃあ入れ歯置いてくか。入れ歯もいらないよ。おじいちゃん、普通のものあげてください。100円でいいから、100円で。絶対いい。本当にね。こう見えてもこの子村長ですからね。そうですよ。おじいちゃんも、ね、早く終わらす条例なんで、早く喋ってもらわないといけないんですよ。わかりました。おじいちゃんじゃない、おじいちゃんじゃない、おじいちゃんで早く、わかりました。おじいちゃんで早い、おじいちゃんで早い、わお、あっという間でしたね、うん、あっという間でした。暑いです。本当です。まあですね、工藤の CM でさっき流れてたんですけれども、はい、ブルーレイ DVD の初回生産版特典はこんな感じになります。どーい、
書き下ろし原作イラスト散歩ウェブイベンチ編集何それもうなんかいっぱいになったんですけど、うん、書き下ろし原作イラスト散歩せなんて読むんですかこれ散歩ぜ散歩せブリーフケースブリーフじゃないよスリーブスリーブ散歩せなんでちょっとパンツのケースに何もちょっといらないよごめんなさい散歩せスリーブケースマジでブリーフケースブリーフケースって言いますよねあの男性がサラリーマン持ってるやつあのビジネスマン持ってるやつ、ね、言うよね言うけどブリーフケースついてたら大変でしょそっかでかすぎるよスリーブケーススリーブケースはいあと書き下ろしアニメイラストデジパック仕様はいはいあと 36P オールカラー特製ブックレット あ豪華豪華そういう時 36P っていう36ページでいいじゃん36ページ危ない危ない危ない36ページ36人まあいいやバイスシュバルツ&カオステイシーでシュッシュッシュッTもうね読んで分かったバイスシュバルツ&カオス TCG PR カード各1種ずつ4枚入っておりますなんでかというとあのカオスなんか特に4枚ないとあの戦うことができないです嫁にするときはまあなるほどねはいなんで4枚すぐ遊べる状態で入っておりますまあ計8枚入ってますね、残りの仲間はご自分でぜひトライアルデッキなどを買っていただければと思いますはいそしてはいそして全巻購入特典応募券封入されておりますこれあの全巻購入するとあの特別にもらえるものがあるんですよもう発表されてると思いますけど新規のエピソードがあのアニメーションになってるっていうものがブルーレイディスクでしたねもらえるんです、はい、なのでそれはもう DVD 買ってもあの、ブルーレイの方買っても応募することはできますけど、うん、もらえるのはブルーレイなのでなるほどねそこは全巻購入が終わるまでに自分で工夫してもらうということでよろしくお願いしますそして1巻には、ノンクレジットのオープニングエンディングや PV そして CM 集そして力役の堀江由衣さんと凛役の私田宮智恵のオーディオコメンタリーが収録されておりますポチ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 いっぱい喋ってきました やりました、コメンタリー楽しいよねなんかあんまりコメンタリーの経験がなくて、うん、あのすげえはみ出たあらまあでもそれだけ盛りだくさんでこと結構喋ったのあの映像見ながら堀江さんとずっとおしゃべりしてたんですけど、うん、お互いの高校時代の話とかずっとしてました確かにねそれはあるかもしれない気がついたら終わっててあーっつってもう巻き戻してもう一回締め取り直しみたいな、はいはい、締めはちゃんとねそうなんですそんな感じでございますよで、うん、アニメイラストデジパックっていうのはなんじゃこりゃこれ本当にアニメでこのシーンなかったんだっけなんかこれに類してるシーンはあるかもしれないけど、うん、書き下ろしで実際にはこういうシーンは出てきてないんですよ、うん、すごいなんかいい空気だよねそうなの空が青くて、うん、マサトとケンゴはいつものように何かやってて、うんうん、ね京介がそっとねボールを持ってそう京介の後ろ姿って意外に好き確かに、うん、なんか語ってますよね、うんそうまあでも似合うよね似合うなんかこっち見てリキが笑ってるから何か言ったか何かやってるんじゃないのかと思うんですよね確かになんかアホ顔とかそう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 なんかやだやだそんな気持ちだから後ろ向きなのでもやってそうではあるすごくね、うん、あの雰囲気のあるなんか生活なんかこう日常の一コマみたいになってるので、うん、あのぜひ楽しみにしてもらいたいなと思いますよお願いしますはいしますはいそんなわけでお相手は夏目恭介役の緑川光と夏目凛役の田宮智恵と直美くだりふか役の岡林直美でしたさようなら「リトルバスターズ R」この番組はビジュアルアーツ響きファブリーコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。